こんにちは。今回はこちらです。ちょっと見づらいんですが、上機嫌の純米吟醸生ですね。こっちかな。こうですね。こちらを紹介したいと思います。この方が見やすいかもしれないですね。上機嫌。山形県は酒田市、酒田酒造さんの醸すお酒です。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹。塩米は記載がないんですが、精米場合は 50%、 アルコール度数はちょっと低めで13度というふうになっています。あとは酵母ですね。山形新酵母0107号ですかね、そうですね、0107号というのを使われているということです。あとは日本酒度はマイナス1になっているので、あんまりこうドライ感とかはないのかもしれないですね。はい、ちょっと映りづらいんですが、これがギリギリいけてますかね。じゃあ早速開栓します。パキパキから。上機嫌はよく見るお名前なんですけどね、実は私初めていただきますね。どんな感じなんですかね。まず香りからですね。フルーティーな感じでしょうかね。香り結構立ってますね。じゃあ口に含みます。あ、美味しいですね。美味しいな。順番に報告します。香りの続きなんですけど、これあれですね、フルーティー、まずフルーティーなんですけど、すいません、ちょっと陳腐な表現で申し訳ないですけど、よく言ってる高級酒の風味がありますね。いや、美味しい。よくね、贈答用のお酒で感じることができるような、でたまたま深山錦が使われてるみたいなことが多いんですけど、私が深山錦の特有の香りなのか、高いお酒に感じられる特有の香りなのかまだわからないんですが、あれとちょっと似たような感じがしますね。美味しいです。粘性はそれほど高くないですね。山形はあれなんですね、結構軽めの感じなんですね。淡麗地域なんでしょうかね。まあ、まだ出羽桜とこちらの条件しかいただいてないんで、まだ判断できないと思いますけども、今のところは軽めのものが、連続しています。で、アルコール感が強いですね。マイナス、日本酒度マイナス1になってましたけど、かつアルコール度数が13度なんですけど、第一感がドライ感すごいなっていうところですね。いや、ドライ感すごいですね。口の中にこうアルコールの感覚がはっきり認識できますよ。でも美味しいですね。結構最初の方に申し上げた通りですね、特有の風味があって味の複雑さもあってですね、これ結構値段ちょっと忘れちゃったのでまたこの辺にコピアって出しますけど、ちょっといいやつなのかもしれないですね。いや、びっくりしました。美味しいです。といったところですかね。スペックと香りと粘性、アルコール感、その他っていうところで、といったところです。本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。また明日どうぞよろしくお願いします。